はい、どうもこんにちは、プロトキューです。今回ね、10回クイズをされた時にムカついた時にできる返答集ね、返答集待って、画面がよい、返答集どうやって、だから、今回のは、シャンデリアっていう10回って、毒リンゴ食べちゃったの、シンデレラじゃなくて白雪姫だよって言ってるけど、この問題言いますけど、これは童話っていうことは書いてないんで、あ、知ってる？あの科学界では砂糖って毒だから、リンゴ飴って毒リンゴと一緒なんだよって言って返したら、ってことでね、今日はね、ヘリクツですね。10回クイズを言われた時の返し方。っていうことで、砂糖って毒とも言われてるから、ね。それ、リンゴ飴っていうのは、やっぱ飴っていうのは砂糖じゃん。で、砂糖を、リンゴ飴みんな食べたことあるから、リンゴ飴食べた人、だから白雪姫だけ毒リンゴじゃないんだよ。積み重なる毒だから。そんな即効性の毒なんて一言も書いてない。猛毒リンゴならわかるけど、毒リンゴって言われたら、ま、蓄積していくリンゴ飴も毒だから、っていう返し方がいいと思います。キャンパス、角度を測るのは、分度器と。でも、分度器、水平器とかもあるじゃないですか。ああ、水平だなっていう。角度は測れないか。だからこれはやっぱりね、物申し言いようがない。キャンパス。でも角度を測るのは何か分かんない。うん。で、三角の、ここで90度も測れるじゃんっていう言い方で押してください。青丸。日本の国歌は、君がよ。これは当然です。これは、間違いないですね。いを、おっぱ、おに変えて、ああ、これ、おっぱ、おですね。これは、もし男子からこれが来たらおっぱいって言ってあげましょう。男子を喜ばせるため。これはもし女子が降ってきたら、女子が降ってきた場合は、おっぱおーって返してください。で、相手の鼓膜を破りましょう。生意気なやつの鼓膜を破いてやろう。で、桃太郎、川から流れてくるのは、川から殴られてることは漂流物とかなんかさ、川から殴れるのが水だけじゃないじゃん。なんか、だってさ、鮭とか魚も流れてくるし、水が流れてくるとわからないし、丸太が流れてくるかもしれないしさ、桃だけじゃないんだから水っていうのは正解でもないんだよ。確かによく流れてるのは水なんだよ。川から流れてくるものは、川から流れてくるんじゃなくて、川に流れているんだよ。水だから。だから川っていうのは水がないと川って言えないから水って言っちゃダメ。わかる？だから川っていうのは水が流れてないと川じゃないんだよ。だから水、でもさ、川っていうのは水があるから川なんだよねって言って、で、だから水って答えるんじゃなくて、そういう流れてくるもの、石ころとか、そういうのとか、土石流とか、その川っていうのは水が流れてないと川じゃないからっていう感じで論破してやりましょう。スプーン、スパゲッティを食べるのは人間ですね。スプーン。スパゲッティを食べるのは確かに人間ですよ。でもわかりませんよ。犬が食べてるかもしれない。し、もう人間。でも人間って表記ダメだな。人。人間っていうのはあんま良くないから人って言ってください。何が食ってるかもしれないじゃないですか。もしさ、話聞いてなくて鼻でスパゲッティ食ってるかもしれないしさ。耳で食ってるかもしれないしさ、もう服が食ってる。なんか、ポケット付きのやつで、おーって言って、もうやばいやついるかもしれない。おーで、タッパーが食べてるかもしれない。タッパーに詰めてね。だから、人っていう、いや、人間っていうよりも人って言った方がいいよね。言った方がいいと思います。金冠、初代アメリカ童貞、ジョージ・ワシントンですね。初代アメリカ、ああ、確かにね、リンカンさんは第13代、なんか読んで、わかんないですね。もう、かっこつけようとしてくる、無理でした。初代アメリカ大統領は、リンカーン、ジョージ・ワシントン。ってことですね。まあ、これは難しいですね。初代天皇はって返してあげてください。初代天皇って、誰だっけな。じゃあ、お前、初代天皇わかんの？じゃ、初代天皇はって聞いてやってください。あ、初代天皇出た。神武天皇だ。
じゃあもし、じゃあ金冠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 初代アメリカ大統領はって言ったら、うん、リンカーンってもし間違えて、ジョージ・ワシントンでした、じゃあ初代天皇知ってんの？じゃあ問題です。初代天皇はって言っててください。でも多分頭のいいところだと天武、ごめん、神武天皇、忘れた、やばいな、俺はすごいやってはいけないことして忘れちゃった。覚えてないな、初代天皇、神武天皇ですね。初代天皇わかんのお前って言ってやってください。神武天皇だからってやってくださいね。鼻が長いのは、ミリ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 、鼻が長いのは、もしキリンって言ってしまった方、でも何を基準して鼻が長いと思うの？あ、じゃあお前マンモスマンは何なんだよ。マンモスだって鼻長いだろ。ゾウだけじゃないんだよ、鼻が長いのは。だからどこを持って鼻を長いかとするかという話なんだよね、っていう風に。じゃあ問題なんだけど、君は何を持ってゾウが鼻が長いと思ってんの？とか、そうじゃん、何と比べてやってんの？人間と比べて、それはっていうか何に比べてって言ってるのかな。マンモスは？とかさ、そういう風に、相手をムカつかさせる回答しましょう。日焼け、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 日焼け。鶏が産むのはひよこ。で、間違えたけど、鶏が産むのは、卵。なんですよ。鶏が産むのはひよこ。でも、結果的に産むじゃん。卵を産むのかって言われると難しいね。でも、結果的にひよこは産まれるよねって返してればいいんだよ。じゃあ卵しか産まれないの？じゃん、もう絶滅してんじゃん。卵ってあれでしょ、あの黄身の入った、卵しか生まれないんだ。じゃあもうさ、とっくに、あれじゃん、鶏って絶滅してんじゃん。どうすんの？どうすんの？それどうやって説明すんの？いや、結果的に卵を産んでるかのように見えてるけど、でもひよこは結果的に生まれてんじゃん。で、君が言ってんのは卵からひよこも生まれるよっていう、そういうちゃんとした説明がないと、卵しか生まれないっていう、よく家庭用で食べれる卵しかないっていうことになっちゃうじゃん。ってことはもう鶏絶滅してるよねっていう感じでね、ムカつく返し方をしてください。東京コーヒー、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 学校休むことなんていう、登校拒否、罰、欠席と。でも、実際東京拒否、登校拒否でもいいんだ。結果的に休んでるんだからっていう。休むことって言っても、そっか、休むことか。休むことは欠席。でも欠席じゃないじゃん。早退も休んでるじゃん。その、何時間はさ。でさ、あれじゃん。遅刻だってさ、その、何秒かは遅れてるわけじゃん。確かにそのところだけ休んでるじゃん。で、学校のその部分を休んでるから、みたいな感じで返してください。まあ、これは欠席って返して、ふんふんってやってください。ニューヨーク、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 ブーンって言って。アメリカの首都は？ということで、ニューヨーク、ワシントン DC でした。じゃあこれもっと難しい首都言ってやろうぜ。イタリアの首都。イタリアは首都？わかんねえな。首都か。でも、ワシントン DC です。じゃあ DC の意味知ってる？って言って返してください。じゃあ、ワシントン DC の DC の意味知ってるって返してください。DC ってなんだ？ DC。ワシントン DC。あれ？ワシントン DC は DC なの？そういうことね。どの州にも属さない連邦政府の直行地という意味が込められていると。まあ、こんな、もう、雨季で調べてみんな。ちょっとこれ邪魔だな。邪魔だラバダドゥーン。ラマダン時期。おー、めっちゃ伸びた。
待って、すごい飛んだ、ザッと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 、これはペンですって言って、これはペンですって言って、でもこれはペンですって言ってって言われても、これはペンですって言って、うん、強要すんの、強要やめてやめてって言えばいいんじゃないですか。それ強要罪、強要罪、ダメで、 SS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 
う。または、ムエ。ムエリしてー。とか。ね。難しいな。M の逆は、M の逆？めっちゃいいこと思いついた。これの問題が出されるために皆さんもね、こうやっててください。M の逆はって、急に M 書いて、はい。それ裏じゃん。いやでも、結果からしてさ、逆じゃん。表っていう、ところの裏っては言われてるけど、でも、じゃあ表、M が表状態だったら裏にしても、っていう感じで、もううざくしてください。M の逆は、M の逆は、逆って何？って言えばいいんじゃない？逆って何？どういう逆なの？文字としての逆なのか、その M っていうこれの逆なのか、もしかしたら、こうやって、これ M って書いてこうしなきゃいけないのかとか、いろいろ言ってください。ボコボコにしてください。ということでね、10回クイズで変な欲を満たそうというやつはぶっ潰そうな回でした。